はい、皆さんこんにちは。フラワーアーティストシンです。今日はまだまだ間に合うローズマリーの剪定、挿し木、そして上手な育て方を皆さんに教えます。ローズマリーは大人気ハーブの一つです。そのローズマリーをご自宅のベランダで簡単に増やせたり簡単に育てたりする裏技を皆さんに教えます。では早速いってみましょう。どうぞ。はい、まずローズマリーの剪定時期を皆さんにお伝えします。ローズマリーの剪定時期ね、まあ文献によると5月から6月、9月から10月って書いてあって、まあ、それをね、多くの方がね、多分 YouTube とも言ってる人が多いんですけれども、まあ、基本的にはローズマリーのお花が終わった後ですね、終わった後からうんと熱くなるまでの間に、剪定、挿し木をすれば大丈夫です。なのでまあ大体ね、ローズマリーのお花の時期っていうのが、まあ、地域性もあるんですけれども、あの4月から6月くらいなので、まあ今ね7月ですけど、7月の終わりぐらいまでにまあ剪定してね、でもちろん挿し木もしてあげれば十分つきますので、そのようにしてみてください。まだね、まだまだ間に合いますので、ぜひ皆さん急いでね、剪定、挿し木をしてください。はい、先にちょっとねお話だけしておきますけど、ローズマリーをね剪定する場所っていうのはですね、この青い部分ですね、ここの葉っぱが青い部分をカットします。要するに花がついてたところの下あたりをカットしますね。このねローズマリーってよく見るとこの下の方の茎がこう茶色くなってるの分かります？茶色くなってるでしょ、こういうところ、ずっと下の方ね、この茶色くなってるところを木質化とか木化とか言うんですけど、この木化してるところって、今はねまだ少しこれは葉っぱがついてますけど、葉っぱとか全部落ちちゃいます。葉っぱも落ちちゃって枝もここからは出てこなくなりますので、ここでカットするとですね、もうそこかそのからは葉っぱも枝も出てこなくなっちゃうんですよ。なので絶対この木質化、そしてしてるところはカットしないでください。カットするのはこの青いところですね、青いところをカットします。で、あの挿し木にした場合もこの木化してるところってなんか根っこは出てきそうな気がするんですけれども、絶対根っこ出てこないんで、ここは、ここをカットして挿してもダメなんです。この上青い部分をカットして、この部分を挿し木にしてください。ではね、実際の挿し木をやっていきましょう。どうぞ。はい、でローズマリーの挿し木の方法を、文献で見てみるとですね、たくさんの手順と、たくさんね、いろんなことが書いてあります。はい、で今回はですね、僕はねそんなやり方全然しません。もっと簡単なやり方を皆さんに教えます。もうめちゃめちゃ裏技です。ただこれね、実際に今言った文献のやり方と成功率はほとんど変わりません。まあ変わったとしても数パーセントぐらいです。なので、まあ、僕のやり方がねもう本当に簡単だからいいよっていう人は僕のやり方、やっぱり文献通りにやりたいっていう人は文献通りにやってください。ではですね、僕のめちゃめちゃ簡単な裏技を皆さんに教えます。どうぞ。はい、まずね、このように挿し木をする鉢を用意します。この中に軽石を入れます。軽石を入れていきますね。まあ、大体そうですね、3分の1からちょっともうちょっとですね、軽石を入れちゃいます。はい、そしたらこの上に今度培養土を入れます。はい、このように培養土が入りました。その時ね、培養土はね絶対にこうギュウギュウ押さないでください。はい、ではローズマリーを用意します。この時にですね、これ挿し木にするローズマリー、カットして挿し木にするローズマリーなんですけれども、このローズマリーが水が下がってると挿し木は成功しません。なのでこの子にはね、たくさんお水をあげておいて、事前に水が下がってない状態にしておいてください。はい、そこ結構重要ポイントです。で、このね、さっき言ってた
ここの茶色い部分ありますよね。この茶色い部分は絶対根っこが出てこないのです。もう木質化している部分ですね。根っこが出てこないので、だいたいこの枝先のこの辺に花がついてたんですけど、この下あたりですね。この下あたりで剪定をしていきます。で、このね、ローズマリーって剪定をしないとどん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 こう上に伸びていきますね。上に伸びていって、このね、木質化したところがどんどん増えていくんですよ。そうすると、どんどん株が大きくなっていって、木質化しているところは葉っぱとか茎が出てこなくなるので、上にばっかりこう葉っぱがついて、だから結局花もね、上の方について、こう樹形がどんどん大きくなって変わっていってしまうんですね。なので、まあ、大きくしたい人はそれでもいいんですけれども、このまんまの形で、育てていきたいよっていう人は、ここをね、カットしてあげることによって、この子たちはまたここから新しい実が出てくるんで、ここに、この下の部分にお花が咲きますね。だからまあそのように、ベランダとかで育てる場合はそのような方法がいいと思います。ではね、実際にカットしてみて、カットしていきます。まあ、ここの花芽があったら、この下あたりのここで、このようにカットしますね。はい。で、例えば、ここに、こうやって、脇枝がこうやってあるじゃないですか。見えます。そしたら、この脇枝のこの上でカットするんですね。いいですか？まあないところは、枝がないところは、全然この葉っぱの、この木化してないところの上で、こうやってカットしてあげればいいです。いいですか？まあこのサイズで育てていきたい場合ですね。はい、これで剪定が終わりました。これにね、こっから、芽がどんどん出てきて、こういう風に来年もお花がね咲いてくれるんで、これで剪定は完了です。はい、で次にですね、挿し木をしていきますね。でこの下の枝ありますよね、葉っぱね、葉っぱは取ります。刺すとこは取ります。でこれは必ず取ってください。でね、ものすごいいい匂いするんで、もうこれ取った、これめちゃくちゃいい匂いするんで、これは後で取っておきましょう、使いましょう。はい、このように刺し木にするね、枝ができました。そしたらここからスピードアップですよ。スピードアップできます。はい、先ほどのね、この培養土ありますね。培養土に、この下を斜めにカットしてあげて、刺します。いいですか？全部一緒です。下を斜めにカットして刺します。でね、この時、さっき、言い忘れましたが、ハサミをきれいに消毒してからやってください。あのね、汚いハサミでよくね、挿し木とかやってる人いるんですけど、まあ、あれはね、雑菌が入ってしまうので、それはやめましょう。このね、土から雑菌が入るとかってよく言うんですけど、それよりもハサミから入る方がよっぽど多いんで、そこをちょっと徹底してください。もう刃先のところはね、必ずこう拭いてからやりましょうね。はい、このようにね、刺さりました。そしたらですね、お水をあげてくださいね。あのね、とにかくこの切った後にいかに早く刺しとお水をあげるか、ここね結構ポイントなんですよ。切ってからこの部分までが遅いと
挿し木は成功率がどんどん悪くなります。はい、でこの鉢の下に水が出るくらいあげたらもうこれで OK です。はい、でこの後はですね、例えば屋外だったら明るい日陰、室内だったらカーテン越しの窓辺なんかに置くと良いです。しばらくはね、そのような強い日差しがね当たらない場所で管理してください。はい、こちらが剪定が終わったローズマリーと挿し木をしたローズマリーですね。この子たちがねこの後こうどうやって成長していくかも、このフラワー TV では追っていきたいと思います。はい、はい、こちらがですねローズマリーの剪定方法と挿し木の方法でした。まあ、とにかくカットしてから早くこう土に挿してあげてお水をあげること、これが結構大事です。でね、あとはこの親木になるこの木がやっぱりさっきも言ったように水が下がってたりとか弱々しい木だと挿し木って成功しないんです。ね、結構遺伝するんですよこの挿し木って。とにかくこの親木がいい木を挿し木してあげるっていうのがこの挿し木の成功ポイントです。なので親木がいい木を、見つけるっていうことと、その親木がね水が下がってない、下がってたらその親木の根っこがついてる状態で水をあげて、ビンビンに水をあげてから挿し木をするということと、あとはね挿し木した後にすぐにこの土に挿してお水をあげるということですね。だからここでは赤玉土とかバーミキューライトの発根させる部分は、カットしてそのまんまこの鉢で育てる仕様にしてありますけど、もうこれでね八景で十分育ちますので、これでやってみてください。ほんと成功率ほとんど変わらないです。はい、もう手間かけたい人はもちろん文献通りにやればいいと思うんですけど、裏技でやりたい人はこれでも十分ですので、これでローズマリーをどんどん増やしてみてください。はい、この動画がね良かったよっていう方はぜひグッドボタンよろしくお願いします。あとねチャンネル登録する方がどんどん増えてきてとても励みになっております。なのでチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いしましょう。 See you next time. ありがとうございました。